泉谷朝日川駅は、秋田県秋田市線、間の2丁目にある、東日本旅客鉄道を追う本線の駅である。秋田県内では、2001年に、岩城町で開業した、上津本線岩城港駅以来の新駅。秋田駅、土崎駅間は、距離が 7.1km あり、これは、県庁所在地の中心駅から隣駅までの、距離としては、東北6県で最長だった。 もともと泉、外旭川地区は、泉ハイタウンのような土地区画整理事業や、宅地開発事業などの進行により、居住環境が向上し、人口が密集する地域であった。一方、秋田駅や土崎駅の両駅から離れていたため、新たな駅を作ることにより、それらの地域の利便性向上が期待されるとして、2011年3月に、 策定された第6次秋田市総合都市計画の一施策として構想されていた。また、駅から北西約 1.5km に位置する場所にて、イオンタウンが大型商業施設を建設予定であることから、さらなる地域発展、人口増加が見込まれることや、施設利用者のアクセス面を考え、秋田市が総事業費、約20億7300万円を全額負担する。 西岸駅として建設されるに至った。泉街朝日川の名称は泉地区と外朝日川地区の境界付近に立地することに由来する。泉は大ね駅の南側の地区、外朝日川は北側の地区である。秋田市は仮称として使用していた泉、外朝日川新駅が市民にも浸透しているとして2019年7月に JR へ 泉が浅比川駅を提案し、JR は自治体からの要望のほか、利用客の認識しやすさ、周辺住民の需要、類似した駅名の有無などを勘案して選定した。秋田駅が管理する無人駅。長さ約125メートル、幅2.6メートルの短式ホーム2面2線を有する地上駅。秋田貨物駅などが近くにあり、 上下線が離れて走っているため、駅舎は上下線で挟む形で設置される。駅舎には南北駅前広場から地下通路を通って中に入る。秋田市は開業時の1日あたりの利用者数を2118人と見込んでいる。ありがとうございます。